レッスンをたくさんしている先生に質問があります、はいはい、皆さん、ね、レッスンワンナップ以外でも行ったりすると思うんですけど、うん、どういう心構えで行けばいいのかなと思って。やっぱ自分の意思をはっきり出した方がいいよね。こうなりたいとか、うん、こういう球打ちたいとか、次にその理由を言えた方がいい。いつもそれ言うね。言う言う言う、大事なことだからね。なんで大事なの？平井博明のワンナップゴルフ。結局じゃあ飛距離、うん、飛ばしたい、うん、なんで飛ばしたいのか、なんで飛ばしたいが言えると自分のゴルフにどう影響してるかを言えるわけよ。飛ばないからこういうゴルフしかできないから飛ばしたいんだよねってなるでしょ。ただ飛ばしたい、なんでって、それはみんな飛ばしたいの。ただ今あなたのゴルフにどういう、飛ばなくてどういう影響をもたらしてて、でそれが飛んだらスコアが良くなるってことですよねってことじゃない。飛ばしたいってはっきり言えるってことは、はい、飛ばなくたって、俺みたいに飛ばなくたってスコアになる人は飛ばしたい飛ばしたいなんて思わないわけよ。そこに平井の場合のメリットを感じてないからね。だからそれだったらコントロールをしたい、コントロールをしたいって思ってる方が強いのは断然、うん、だから今の飛距離に満足してない、はい、だからその理由を言える方がいい、うん、ゴルフのやりたい欲に対しては全部言えた方がいい。あ、そうなんだ、うん、でも一回はさ、うん、もう理由なく飛ばしたいみたいなのをさ、うん、みんな思うと思うんだよね。それは続かないからね。どうやって飛ばしてるかが分かんないから、ちゃんと手順を踏んでやるとこういう動きをすれば飛ばせる、こういう動きをしたから飛ばないっていう理解がないと、うん、飛ばしたところでまた戻っちゃう、うん、感覚的にも分かんないだろうし。でもやっぱあんま飛ばしたくなっちゃうから、一回そういう気持ちになっちゃうのは許してもらいたいなと思うけど。そうですよね。でも俺もそうよ。一気にじゃあ今から300ヤード手にできるけどって言われたら手にしたいもんね。あ、やっぱり、うん、え、でもそのかつて距離を求めたことはなかったの？あったあったあった。765の時ね。そうなの？飛ぶの？いや、飛ぶ飛ぶって言われてたよ。あ、そう。スピン量が極端に少なかったからね。うんうんうん。そのヘッドは。うん。それで俺ドライバーダメになったんだけど。ダメになった。やっぱそういう失敗をして。うん。そう、だから求めていい限度、うん、求めちゃダメとは言わないんだけど、限度があるっていう。はいはい。うん、それが、俺の場合は、5ヤードが限界だったよね。へぇー。10ヤード求めたらぶっ壊れちゃった感じだもんね。今まで良かったものも全部ダメになっちゃったっていうか。そうそうそう。アイアンもそうだし。あ、他に影響出てくるの？そう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 。アイアンの軸が変わっちゃったからね。打つ軸がね。そうなんだ。それがもう大きい。そうやって分かればね。うん。いいけど。そう、そうだね。そう、だから分かんないんだったらやった危険性。うん、だから絶対に習った方がいいし。うんうんうん、うん。何かをやりたいときは。そうだね、うん。だから何かをやりたい、取り入れるときに YouTube っていうのは一番良くない。一方通行だからね。そう、自分の解釈でやるから。そうだよね。しかもそれが自分に合ってるかどうかも分からない。分からずしてやるからね。うんうん、レッスンに行くんだったら、うん、やっぱりより明確なものっていうのが自分に持ってた方がいいね。でもやっぱ、初心者の人とか始めたての方はそういうのもないと思うんだよね。ない、わかんないよね。そういう人はどうしたらいい？いや、そういう時はやっぱりもう基本を習う、いいか悪いか別だけど、本当、うん、始めたての方って1年間基本だけちゃんと、余計なもの入れないで基本だけやる方と、1年間何にも教わらないで我流でやる方といるんだけど、両方ありなんだよね。あ、両方ありなんだ。初心者の時は。はいはいはい。で、1年2年してから、もう一回一から基本を習う、うん、っていうのは俺はすごくありだと思うんだよね。今言った2パターン、1年間スタートして、で1年後に同時に基本を習うっていうとすごく俺はいいなと思うけどね。あ、そうなんだ。で、習っててまた習うのもありだし。そう、習わないで1年後に初めて習うっていうのもあり。あそこは差はつかない？うん、ほとんどつかない。そうなんだ。うん、だからどっちでもいい。あ、でもそれさ、前提があってさ、いきなり習って1年やってもう一回基本をっていう場合ってさ、その1年間最初に教えてくれる人がちゃんと基本分かってたらの話だよね。そう、それはもう大前提ね。だからそれ分かんないよね。クラブの動きの本質を知れてる人に教わらないとダメ。いや、それがさ、言うと怒られるけどあんまりいないわけじゃん。あ、いや、分かんない。今のはちょっとあれだけど、分かってても言語ができてなかったり、それを、なんて言うんだろう、中心として教えてなかったりするかもしれないじゃない。大事さが分かってないというか、自分では
分かってるけど気づいてない先生もいると思うんだよな、うん、それはしょうがないか。いやでもそれはあるな。この間ラウンド動画上がったじゃない、レッスンの結果動画。ああ、うん、そう、あれでなんかコメントで、うん、アドレスが大事、まずは基本がアドレスが大事とか言ったコメント来たんだけど、うん、いやそりゃそうなのよ。俺が言ってるのはコースのことであって、うん、練習場のことじゃないんだよね。そうだね、その話してたね。そう、うん、だからそういうのも分かってコメントしてるのかなっていうのもあったし、もちろん練習場で基本教えて、うん、でそれをお客様にやっていただいて、うん、そういうのあんのよ、うん、そうで別に俺あなたのところで働くわけじゃないから、そうだね、そうだからそういうのはもうどうでもいいから、うん、そうだからまずそのレッスンに来ていただく時っていうのは、うん、やっぱりこうなりたいとか、うん、漠然的なものでもいいのよ、うん、より理由を入れた方がいいっていうだけで、うん、こういう球が出るから直したいとか、うん、そういう小さいことでもいいの、うんうん、とにかく自分に意思がないとダメってことよね。あ、体だけ持ってきてどうぞ直してくださいっていうのがやっぱ良くないだけで、あとはその効力を分からずしてそれを教えてくれ。例えばどんなのがあるのそれは。いや、それこそ体重移動とかハンドファーストとか、そうハンドファーストとか左手リードとかいろいろあるじゃない。あの名前がついてるやつ、うん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 、ああいうものっていうのは、うん、やっぱりその方に足りないものだったことを入れてることだからね、うん、そう、そのレッスンに来た方が足りてったらやっちゃダメだからね、はいはい、そう、そういう理解もないとダメ。じゃあ最初にその習うのは YouTube だとダメだね。危ないね、え非常に危ないね。でも今見ちゃうからな、みんなすぐ。俺も他のことだと見ちゃうし。そうだよね、うん、ゴルフは見ないけど見ちゃうよね。他のことだと見ちゃうね。映像で解決できるものってあるじゃない、うん、例えば完成形をただ求めるだけのものとか、うん、そういうものってもう音がなくたって映像でわかるものってあるじゃない、うん、そういうのは俺 YouTube とか全然いいと思う、うん、だけど感覚が入るものってあるでしょ。ああ。さじ加減というか、はい、そういうものは絶対に対人間じゃないと画面じゃダメだと思うよ。分かんないしね。分かんない。伝えられないしね。そう。どれぐらいっていうのか。そう。そう。だから YouTube で音を切って、うん、最後まで見てはっきり分かるものだったらやっていいと思う。言葉も何も字幕も見て分かるものだったらそう、ね、目で見て分かるものだけ。例えばこことここですよとかだったら分かるじゃない。だけどこの感覚とこの感覚よってこれは分かんないじゃん。分かんない分かんない、うん、それって見てその人の背格好だったりスイングスピードとか全部含めた上でのことじゃない、うん、だそういうものは YouTube で危ない。今日のお客様なんかも、うん、昨日のお客様なんかも、うん、ご自身で感覚がすごい分かる方の。あ、感じてんの。そう、寝たら寝たって分かる。え、すごいじゃん。今の寝ましたよねって。え、分かんの。分かる。もう来なくていいじゃん。いや、それぐらいのレベルなんだけど。いや、うまいってことだよね。そう、そう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 。うまいんだよね。そうだよね。ショットもいい球打ってんだけど、うん、何かこう、ドライバーからパターまで、うん、ワンショットずつのまとまりがないってわけよ。だからスコアが良くならないっていう。なんかレベル高い悩みなの俺には分かんないよ、それは。やんないから。でもレベル高いよね、それ言うと。そう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 。ね、そう。その方はね、スノーボードのプロだった。わー、出た。やっぱ分かってんだな、本質が。そう。すごいよね。で、シャフトも、うん、こういうシャフトどうですか、こういうシャフトどうですか、打ちましたかって言っても、うん、あれはダメでした、あれは良かったですってはっきり分かる。だからそれって打った感覚がないと分からないことだから。うん、だからプロスポーツ選手だからね。うん、感じるんだろうね、そういうの。感覚のある方なんでね。いや、すごいわ。もちろんいい球も打ってたし、ちょっとドリルを多めに出させてもらって、うん、練習量と。で、その方すごくね、俺嬉しかったのは、同じ2時間のレッスンを受けていただいたんだけど、うん、いつもと同じ皆さんに言ってるぐらいの量をね、レッスンの中でお伝えしたんだけど、うんうん、これって半年とか1年ぐらいかけてやるものですよねって言ったの。そこまでわかんの？そう。話してて？そう。だ、もうまさにおっしゃる通りですよって言ったの。今日のことで、1ヶ月後に見に来るってことは、僕はハテナが出るって言ったの。そう、だからそんな、簡単な内容じゃないし、うんうん、そんな少なくないし、うん、5、6個チェックポイント出させてもらってやったら、結局
動きができてきて、うん、今度それを自分の感覚にしてきて、はい、でそれができてるかどうかの判断のこの3段階まで行くわけじゃない、レッスンって、うん、習いようって、うん、それを分かってらっしゃる方すごいね。あ、だからすぐレッスンはまた来たいんですけど、うん、どれぐらい先の方がいいんですかって、半年ぐらいですか3ヶ月ぐらいですかって自分から言って来てくださって、うん、そうだからそれぐらい内容の大事さ濃さっていうのを分かってる方、そうだよね、そう、自分でそのできるようになった実感ができたらまた来てもらったらいいね。そう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 。へえ、すごいじゃんそれ。だからちゃんと自分の動きとして感覚として出るまでやりたいっていうか、うん、まあ、それが普通だと思ってる方。すごいな、やっぱなんとかのプロはすごいね。すごい。なんでもさ、なんかのプロの人たちはさ、やっぱ分かってんだね。すごい。すごいなと思って。すごいね。だからそういう。レッスンの内容に対してのこともそうだけど、うん、その自分で持って帰った時にやり方自体もそこまで明確なわけじゃない。そうだね。そう、うん、ちゃんとどこまでやってとか。そうだね。そう、だから自分の普段の打つ球の量も考えながら多分おっしゃられてると思うんで、ね、そういうのも含めて多分自分を知ってる方、ちゃんと考えられてるね。そう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 、それがすごく嬉しかったなと思って。お近くの方だったんで。すごいね。そう、か柏の方だった。だから、近いも何も一番館に超近いじゃん。間違いないです。クリームソーダ飲みに来てください。平井くんが作ってくれるから、ね、そうです、そうです。そう、ゴルフとかレッスンに対しての考え方が自分を理解してる方だよね。とにかくそういう方っていうのは伝えた内容に対してもこうちゃんとフィルターをご自身でかけていただくこともすごくできるし、俺もお伝えしてフィーリングが1球目で良くなさそうだなと思ったら、じゃあこれ1球でちょっとやめましょうって、でまた次のやってとか、そういう感じだった。ちゃんと自分で理解してるかどうかっていうのが本当大事になってくるよね。だから何を必要として何を入れちゃいけないかとか、そういうものが分かってきた方がいい。後にね、最初はもちろん全然ね分からないし、俺がだってアメリカ行ってた時なんてスイング見てよって言われたけど、何を見ていいのか分かんなかったもん。あ、そうなんだ。うん、友達とかさ、うんうんうん、先輩後輩とかさ、うん、ちょっとヒロ見てよって言われたけど、うんうん、全然見るのはいいですけど、何を見てどこを注意したらいいかは全然わかりませんと思ったもん。それいつさ分かるようになってったの？いきなりじゃないんだろうからさ、段階っていうかさ、だんだんとあるんだろうけど。自分のスイングを自分で考えるようになってからかな、分かるようになったのは。こうなってちゃいけないんだ、こうなってたらいいんだっていうのが自分で分かるようになってから。なってたら人もそうなんじゃないかみたいな仮説になるわけね。そう、だからこうやって人のスイング見てて、どこを見ていいのか分かんなかった。そうだよね。体なのかクラブなのか、その分かんないと思ってた。何を見てないのか全然分かんないですって感じだった本当に。あらあら、そこら辺の先生の気持ち分かってるじゃん。全然わかんない。ただその何かに置き換えて理解できるものは、理解は漠然としてはできたんだけど、例えばボールをこっち回転すればこういく、こっち回転すればこういくっていうのはそれぐらいは分かったの、だけどそれをやるためにどういう動きをしたらいいかっていうのは全く分かんなかった。でなんで高い球が出るのかとか、もう単純に上げるか潰すかぐらい、そんなレベル、体の動きとかそういうの一切わかんない。だからこうやって打つときに頭がどこにあればいいとか、そういうのとか考えたことがないから。でもそれは良かったんだね。じゃあそうだから本当に手に来る感覚でしか打ってなかったから、それが逆に良かったかもしれない。だから俺本当に中学2年3年の動きって本当こうやって打ってたの。ああ言ってたよね。でもこうなってると分かんなかったからね。中学2年3年の夏休みの合宿があるの、雑誌に応募のやつね、それで行って、初めて俺生まれて初めて自分の動画を見てスイングの、それであループしてんだと思ったので、これがループって言うんだと思ったの。それも知らなかったから。知らなかった。そうだよね、師匠がそれだったんだもんね。そうそう、それが普通だと思ってたんだね。だからそういうことが最初の頃ってやっぱあるし、それだったら分かんないなら分かんないままでいいの、ちゃんと自分の感覚、当たった感覚が分かればいい。例えば、当たった時にグラってなったのかならないのか、そんなレベルでいいのよ。あ、それは分かるんです。だからグラッとなんないようにしたいんですって来ればいいんだ、初心者は。そうなの。そうなの。
したらグラッとならない打ち方もいくらでも教えるから。そうだよね、うん、なるほどね、うん、そういうのでいいのね。そう、例えばね、トップでこうやってなるんですとか、うんうんうん、こうやって立っちゃうんです、寝ちゃうんですとかっていろいろあると思うんだけど、うん、それをならないようにしたいです、うん、そうで、もしかしたらそこの時になんでですかって俺が聞くかもしれない、うん、だけどわからないなら、いやわかんないけどなんかみんなこうなってるから、うん、自分は逆で違うようになってるからとか、うん、そんなんでいいの最初は、うん、そのちゃんとどうなってるかを理解することが大事なので、レッスンに行く時なんかは一つでも意思を持って行くことっていうのは大事になります。分かった今ので。え、自分のその感覚、うん、打った時に感じたことを言葉にして説明できれば来ていいってことね。ああ、それだね、それはそうだね。どんな下手くそな説明でもいいから自分の言葉で言う、こういう時にこうなっちゃうんですとか、うんうん、ここの瞬間にこういうふうに感じるんですとか、うん、それできた方がいい。そしたら感じようとはしてるっていうか感じてるのね。そう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 、何かは、うんうん、気持ち悪いとかさ、こういう時は気持ちがいいとかさ、うん、困っちゃうのは全部一緒。あ、それ一番困る。いいんだよ、レッスンに来ていただいていいんだけど、分かろうとしてないんじゃないかなと思っちゃうの。あ、こうやってくださいって言ってやったら、うん、変わんないな、変わんないなってなっちゃうんだ、どれやっても。変わらないわけない、球が変わってんだから。同じ球ずっと打ち続けてんだったら分かる。そっかそっかそっか。そう、同じチョロ、同じナイスとか打ってんだったら分かるよ、うん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 、でもいい時も悪い時もあんだったら何かが違うはずなんだよね。そう、それは絶対分かるはずなの、感じようとすれば。ただ何にも意識してないでただ打ってるだけだったらもちろん分かんない。うん、そうだ、それが良くない。その自分のことを知るとか、ね、感じてることを説明するとか、何でもいいからちゃんと考えていきましょうねってことね。そう、イヤホンでちょっと大きめの音で練習してればすぐ分かる、うん、音聞こえないから、インパクトが。あ、逆にね、感覚だけだから。音とかもすっごい大事なのね、うん、ハーフトップの音ね。そうパターのほとんどは音だからね。距離感って。あ、そうなの？そう。じゃあ音で大体どれぐらい転がるか分かんない。そうそうそう。そういうのもあるし、そう。だから、ちゃんと、今登録の言ったように、自分のこのショットだったり、動きっていうのを、なるべく言葉にできた方がいい。それはすごく大事ですね。長くなってしまいましたけども、レッスンに来ていただきたい姿勢というか、初心者の方はまあ別として、ある程度ゴルフをやられてる方っていうのは、意思だったり、自分のショットに対して、こう動きに対してのこう言語化ができてきた方が、よりレッスンはスムーズにいくと思いますので、ぜひ自分のゴルフをまた見直してですね、練習場なんかでこう一人で解説するのもいいと思いますので、ぜひそれを練習で試してみてください。で、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。